ゴーヌン、あー、お化け屋敷、絶対裏道がありそうな。ワイルドだろう。スターコインリスト、ここのステージ長いな。ソーダジャングル、It's a good time。 出口はどこ。お化け屋敷は苦手なんだよ。まあ一つずつ確かめながら行こうじゃないか。あ、くしゃみが出る。が出ない。出したいが出ない。乗ってると伸びるやつか。これ前もあったな。あ、やっほー、久しぶりー、キーちゃん。食った。お化け屋敷でヨッシー来んの久しぶりだけど食った。まさかの最強じゃねえか、わらわら。あんたすげえよ、キーちゃん、わらわら。あ、絶対これあるよ。わらわら、ここの左上多分ね、なんかある。色が違うんだもん。幽霊食えるんだ、わらわら。恐るべきはヨッシーの胃袋だ。おっと、これはフルタイプだ。これ絶対いけるよね。3個目だけどね。ヨッシーの胃の中、わら。あれだ、ショートカットだったのかな。キーちゃんはついてきてくれなさそうだ。行っちゃった。幽霊がすり抜けない、わらわら。やっぱキーちゃんはついてきてくれない。さっくりとクリアしちゃったな。こっちは正規ルートじゃない。なんか戻ってる、戻ってる。全然正規ルートじゃない。とりあえず普通に行こう。なんでキーちゃん黄色いから。次は右側行ってみようかな。ダブル、正規の前に違うとこ見つけちゃう、あたりしゅうやさん、わらわら。よっと、ファイヤー。上がすごいことになってる、怖いな。どうなんだろう、普通に上でいいのかな。多分手前は偽物だろう。ネズミも食えるんじゃ。ネズミも食えると思うよ。ここも入れんろそうだな。ちょっと行ってみっか。あ、上からか。じゃあ、あえて外れを入ろうとしよう。あ、入れちゃった。あ、そういうことか。ちょっとずつこうやって下がりながら降りていくと。来たよ、お前だよ、お前。どうなる。いけ、キーちゃん。さすがにでっかいのは無理か。食いたかったんだけど。前もこんなんだったよな。それ食えたら無敵、わらわら。どっかスターないかな。ないな。
まあこれが通常ノーマルクリアかな。クッパも食えるじゃ。よし、無敵だな。で、普通に下に伸びる？伸びた伸びた。長い。見回す。まだまだある。どんだけ長いんだ。それだったらヨッシーの冒険になっちゃうから。ここつながってたんだ。これじゃああれじゃん、バディプレイ使っていきなり上行けるじゃん。ちょ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 、さすがにびっくりしたわ、この上までいるなんて。お、スターコイン発見。これ一つ目だ。ちょ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 、これ詰んだ。あー、ちょっと焦った。毒だ毒。あ、戻ってきた。どうしよう、ちょっと手抜きしてみようか。小さいなこれ、ほんと。で、この上だな。ここがどこにつながっているのかっていう。キーちゃん連れてきてないな。これ失敗すると、あ、こういうことか。あ、いいのか別に。一番下穴かと思ったらそんなことはなかった。そこまでひどくない。でも無限ループって怖くねとなるわけだね。オッケー。ってことは俺これか。キーちゃんなしでいかなきゃダメか。まあいっか。回転回転回転だとこっち来んだろ普通に。右見て左見て右見て左見て、なんかそんな芸人いたな。落ちるよ、急に落ちるよ。びっくりするが良いわ。よーし、そしてスターよっ。来てた来てた。スター取ると急に明るくなる。そしてオッケー。手抜き。ここのお化け屋敷は簡単だったな。このお化け屋敷はサクサクだったな。まあこっちから行こうか。4面ごめん、4面から行こう。絵の中のお化け沼は行きたくないな、ここ。絵の中なのか、ここ。てか、背景がやばい、背景が。精神病んでるんじゃねえのか、これ。もうすでに絵の中かな、これ。ドロドロしてる。怖い。ちょ、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 誰の精神だ、わらわら。初めて毒の沼地に。まあいいや、生き直せばいいだけの話だ。そういうわけでこれはちょっと降りていくのを待って、スターがあったからね。スターで連続で。これマリオじゃなかったらマジでホラゲー。
ファイヤー。さあ、でも落ちるとさすがに死ぬからな。なるほど、これないと取るの厳しいね。っていうか精神病んでるだろ、間違いなく。入れないし。どこ、来た道戻るタイプか。一つ目 OK。 入れんな、これは。入れない。あ、溶岩とか泳げるかと最初思った。ジャン、普通にジャンプをミスって死ぬというボンミスをしてしまった。やっぱなんだかんだで一番の出来は即死系なんだよな。最近は2回3回耐えれるから全然普通に行くには余裕になっちゃった。なんというスターの長さ。モンハンいつやるかはそのうち。マリオやってるときはマリオのことしか考えない。それが大事。あ、下に入ろうとしたら死んでしまった。これジャンプしなくてよかったな。普通にダッシュして突っ込めば良さそうな感じ。わらわら、どうだ。ですよねっと。一瞬で99機復活。ボンミスをね、わらわら。ボンミスだってするさ、人間だもの。これもなった。これ結構難しい。飛びすぎると一度真ん中で待機しようか。無限期アップだね、これ。死ぬこと絶対にないね。一度この中で、ちょっと待って、空中で下に指が当たった。またボンミスだ。残機が全然減らない、わらわら。ヒントブロック出ちゃった。これ使わなくても出た時点で星5ダメなんだったっけ。あんじゃー、わら。てか5回死ぬとか普通じゃん。昔のマリオ20回30回死ぬの普通だっただろうって思うんだけどな俺は。たった5回ぐらいでお助けプレイとかなめてんのかって思う。下？背景にグッパホラー、わら。お、あった。ほんとそのまま真下だった。これも明らかに下があるね。別にもうスターコインは取り終わってるけど行ってみよう。あ、本当だ、クッパいる、クッパいる。まがまがしい。なんでこんなにまがまがしいんだ。10回とかの方がいいと思う。よっ、はっ。そして一番上に。だって99機あんのにお手本プレイとかいるわけないじゃん。サンディーランドも5回。裏道？いや表道。お、繋がった繋がった。でも一応こう真っ直ぐ行った時に通常ゴールがあるのかどうかだけ見とこうかな。まったくこんな精神の病んだようなところをもう一度行くなんて嫌なんだけど仕方ないか。
駆け抜けろ。中間。ちょっとここはさすがに止まらないと厳しいか。あ、やっぱハマると死ぬんだよな。このままノンストップで駆け抜けれたらかっこよかったんだけど、無理だった。今回はダメだったよ。一キャップしておこうっと。なんか明るいステージがここら辺ないな。わらわら、しょうがないけど、わら。よっ。さーてと、戻ってきたぞ。あ、下行った方が良かったな。死ぬ死ぬ。ゲームオーバーを見ることはもうないよね。わらわら。よっ、あえて上から行くと、さあどうなる。上地獄だな。またボンミスした。あんまり手抜きすぎるとダメだ。おい、わらわら。もう一度終わったところは自分の中ではちょっと余裕モードになっちゃうっていう弱点がある。わしの唯一の弱点じゃ。強すぎて手を抜いてしまうんじゃ。見くびりすぎでしょ。どう考えても。そういうわけでまっすぐ行こう。よし。普通にクリアするとどうなるのかな。また違うルート。また違うルートっていうか戻されてんじゃん。そういうことか。深海に眠る遺跡。逆行こう。逆。それは弱点じゃない。ナメプだ。奥行きます。何にもない。何の意味もないよね。なんか意味持たせてくれよ。お、スターコイン。楽なとこにあった。助かる。この位置に飛べ。痛い。あまりまだ水の中の操作が得意じゃない。あ、しびれクラゲのしびちゃんみたいな。光ってるね。キーちゃんいないの。キーちゃん。ゲッソーみたいな動きしやがって。わらわら、あだ名付けるの好きやな。わら。ん？なんだこれは。これは何なんだ。壊せない。どうなってるんだ。こいつを突進させると見た。どうだ。もろい。所詮骨か。あ、あれライトか。ただのライトだな。しゅうちゃん悩む。そろそろ二つ目欲しいんだけどな。行かずにちょっと戻ろう。どっかもしかしたらあるかもしれない。この下あたりに実はあるんだよ的な。ないんだよみたいなね。あるわけねえよ。とっとと先に進もうぜ。お、中間地点。アングラーがいる。アングラー。アングラーっていうかアンコウだけど。
あまり行く必要もないが、あえて。やはりこれか。残しておこう。でか氷でライト代わりできるのか、わら。わかりやすいぐらいのここ、みたいな。そんなとこはないのかい？アングラーは釣り人。スターだ！すごい明るい。どうだ、こことか。ないか。上から降ってきた。なるほど、ここまで行っときゃよかったんだね。アンコウは釣られる方。よし、二つ目。あ、ちょっと操作が甘かったな。スターはライト、わら。スター視聴者に優しい。怖い怖い怖い。三つ目はお前の後ろと見た。どうだ、ほら。そしてこっちにも。こっちが正解のゴールだ。さっきと同じパターンになってるんだと。おっと、どんどん出てくる。自己主張が激しい。さあ、外れのゴールクリアしに行くか。わらわら。自己の縛り、わらわら。よっと。強行突破。まあね、この辺待つ必要がないって分かってるから、スムーズに行くことができるんだ。ボンミスに気をつけて。ボンミスは気をつけてもなくならないから、ボンミスっていうの。今回はじゃあスターで全力で駆け上がるから。あ、やっちゃった。さっきのボンミスじゃなくて手抜きなだけ。これ無視してスムーズに上に上がれないかと思ったけど無理だった。つうわけで今回のスターは全力で。行け、上に駆けろ、駆け抜けろ。ちょっとストップ。ここ入れる？入れなかった。さあ、わざわざ外れのゴールも行っとかないと。ここは変わらないんだ。あ、またゾロ目。アイテムいらないから。マリオ、エル、ありがとう。キノコ頭の旦那、ありがとう。豆マリオを使ったから空いてるはず。だいたいこんな感じ。一周してきてさらに下に行くと。あ、テレサが。そういうことっすか。なんかもらえるアイテム変わってるかもしれないから、ちょっと入ってみようか。とりあえず黄色が一番だな。もうこれだけつけときゃあとはどうでもいいんだよ。ほら、適当に行ってこい。落ちてるお前でいいわ。
いらねえ。次死んだら普通に使おう。あ、まあ一度は戦っとかないとねみたいな。はい、一番上抹殺。はい、降りて次抹殺。光に吸い寄せられる。まるで虫のようじゃないかお前たち。スターだ、錦の。いらない。これ、あ、左から行けよかったのか。右下だけだと思ってた。さっきより楽じゃんこれ。落ちるとこないもん。スターいらない。さようなら。無事脱出。